和を感じる、ノー・オー・リングのジャケットと購入特典が公開されました。ノー・オー・リングは、日本と西洋のエクレクティックな要素を融合させた作品となっています。2024年5月27日にリリースされるミニアルバム、ノー・オー・リングのジャケットと購入特典がついに明らかになりました。このジャケットは、 和の要素を取り入れながらも洋服のように羽織ることもでき、独自の個性を尊重したデザインとなっています。メンバーの神くんの合わせは着物の合わせをイメージしており、その美しさはまさに優勝級です。和の要素が取り入れられていることで、多様性と豊かさを感じることができます。このかっこいいジャケットは、外国のファンにも興味を持ってもらえるスタイリングとなっており、 様々な人々に魅力を発信することでしょう。ナンバーアンダーライン愛のファンならずとも、このジャケットに一目ぼれすること間違いなしです。さらに、ノー・オー・リングの購入特典も魅力的です。予約は2024年4月22日まで受け付けており、発売日に手に入れることができます。すでに予約済みの方も、 より一層の期待と興奮が高まることで、小ジャケットを手元にいただく日が楽しみで、たまりません。このミニアルバム、ノ、no. ー・オー・リングは、日本の伝統的な要素を取り入れながらも、メンバーそれぞれの個性を尊重したユニークなアルバムとなっています。一体感のある和のテイストが、魅力的な日本と西洋のエキレクティックな融合を生み出しています。 ナンバーアンダーラインアイの音楽は日本から世界へと発信され、ますます多くの人々に愛されることでしょう。このミニアルバム、の o o l i n の曲目についてはまだ詳細が明かされていませんが、ファンたちは想像しながら待つ時間も楽しんでいます新たなビジュアルと共に届くの o o l i n は、さらなる成長と進化を遂げたナンバー No.O.Ling。 の魅力が凝縮された作品となることでしょう。ナンバーアンダーラインアイのファンの皆さん、このノー・オー・リングのリリースを心待ちにしてください。ジャケットや曲目、購入特典など、ますますかっこよく、魅力的な要素が詰まった作品がお届けされますよ。待ち遠しさと興奮を共有しながら、一緒にナンバーアンダーラインアイ。 の新たな音楽の世界を楽しみましょう。ジャケットデザインは和を感じさせる羽織風で、神くんの合わせは着物のデザインを取り入れています。神くんかける着物の組み合わせはまさに優勝級のかっこよさです。さらに、このスタイリングは外国のファンにも興味を引くこと間違いなしです。の、お、リングは、 日本と西洋のエクレクティックな要素を融合させた作品となっています。各メンバーの個性を尊重しながら和のテイストを取り入れることで日本の文化を世界に広める素晴らしい試みです。ファンの間ではジャケットデザインについて熱い反応が寄せられています。和のテイストが忍者のような衣装に感じられ武士のようなかっこよさが漂っています。 和テイストとカッコ良さが融合したこのデザインにファンからは絶賛の声が上がっています。さらにミニアルバムの曲目についても期待が高まっています。曲名から想像を膨らませながら待つ時間もファンにとっては楽しいひと時です。このアルバムがどんな音楽で満たされているのか、ファンたちはワクワクしながら発売を待っています。 ナンバーアンダーラインアイの新作ミニアルバムノー・オー・リングは和のテイストとかっこよさが見事に融合した作品となっています。ジャケットデザインや曲目に対するファンの期待は高まる一方で日本の文化を世界に広める素晴らしい試みとして注目を集めています。リリース日までの期間、ファンたちはワクワクしながら届く日を待ち望んでいます。さて、 これからの数週間は、ファンたちにとって待ち遠しい日々となるだろう。ミニアルバムの、をリングのリリースを心待ちにしながら、和の美しさと音楽の魅力に身を委ねる時がやってくる。さらに、ファンの間では、曲名からどんな楽曲が期待されているかについての予想も盛り上がっています。この期待感が、アルバムのリリースをより楽しみにさせています。また、 ファン同士のコミュニケーションも活発になっており、このアルバムの成功が待ち遠しくてたまりません。最後に、このジャケット写真が提供する日本の文化と現代の音楽シーンとの融合は、今後の音楽業界にも影響を与える可能性があります。和と洋の融合は、世界中のファンに新たな魅力をもたらすことでしょう。楽曲のリリースを心待ちにしながら、 このアルバムがどのような未来を切り開くのか期待しています。このジャケット写真からどんなメッセージを感じますかあなたが楽しみにしている曲はありますかぜひコメントして一緒に盛り上がりましょう。それではこのアルバムがどんな感動をもたらすのか楽しみに待ちたい。皆さんも一緒にその美しい音楽旋律に耳を傾けながら 日本の伝統と現代の融合を感じてみてはいかがだろうか